皆さんこんにちは、俳優の塩谷俊です。実は千蔵君とはもう本当15、6歳からの親友でして、心の友達であって20年来の、戦友みたいな形なんで、お互い、埼玉の本当にボラアパートに住みながらですね、一番青春の多感な時期だったんで、お互い夢を追いかけて暮らしてたんですけども、そしてお互いの夢を語り合った時に、僕は俳優になると、で千蔵はチャンピオンになるっていうことを言っていて、その当時僕らも貧乏だったし、お互いガリガリだったんですね。だからなんかすごい熱くていいやつだけど、こいつ夢叶うのかなってすごくお互い多分思ってたと思うんです。いよいよ、タイトルマッチということで、本当に多分僕ら20年ぐらいこう不器用だけど追い続けてきた夢を本当につかみ取る瞬間だと思うんで、最後の最後まで気合を入れて気を抜かず本当に勝ち取ってもらいたいです。もう本当にどんな試合だったかが一番大切だと思うんで、悔いのないよういい試合をしてもらいたいと思います。僕も会場から本当に応援していきますんで、千蔵頑張れよ。選手にしっかり借りを返して、もちろん KO、 1ラウンドから KO なのでガンガン攻めて倒しに行きたいなと思います。最初ボクシングやって、そこから MMA に入ったんですけど、今まで格闘技人生の中で今が一番強くなってるかなっていう重さとして、自分がそうですね、パンクラスのチャンピオンにふさわしいっていう試合して、もうこのかっこいいベルトを絶対何がなんでも死んでも取ってやろうという気持ちで、全てかけてでもこのベルトが欲しいなと。5月で、そうですね、40歳になって初の戦を迎えるという、何倍強くなるとか実感できるような年ではないですけど、ロングリーチでやっぱり上背があって、ちょっと自分的にはそんなに戦いやすい相手ではないと思って、前回勝たせてもらって、今回はベルトと、彼は、リベンジかかってると思うので、並々ならぬ意気込みで、来ると思うんで、それに負けないできっちり合意してボーナスいただきます。スリリングな展開期待しててください。